はい、今回はですね、ちょっとね、前回パッケージ版、ダウンロード版、メリット、デメリットなどなどやりましたけど、その後ね、アンケートをね、YouTube 側と Twitter 側、あとは自分の周りにいる人などなどに聞いてみました。でその結果をですね、今回はまとめて見てみたいと思います。そして視聴者様からのコメントですよね、ちょっと気になったところとか、まあ、全部出すことは時間的に無理なんですが、ちょっとね、気になったところなどをね、ピックアップしていきたいと思います。で、一つ、まあ、アンケートするからにはどのくらいの層が見ているのかっていうのも重要になってくると思います。で、調べてみたらですね、Twitter のはちょっとわかんないんですけど、 YouTube 側は、だいたい40歳を区切りですねにすると、まあアラフォーですよ、はい40歳未満が 52%、 40歳以上が48% ということで、まあだいたい半々ですね、半々。まあバランスよくこう、この40を頂点にこう山になっているといった感じになってました。ということで、まあなんていうのかな、バランス的にはまあどの人が投票したかは分かんないんですけど、バランスはいいのかなということで、まずはですね、こちらですよ。はい、こちらはね、ツイッターですね、ツイッターで行われたアンケートですが、どうでしょうか。ちょっと聞き方がね、パッケージ版、ダウンロード版、状況によるとシンプルすぎたんですけど、まあパッケージ版も絶対パッケージ版かっていうと、まあ 80% 以上ね、パッケージ版とかだったらいいのかなと思ったんですが、その辺書いてなかったんで、難しかったかもしれませんけども、ツイッター側でこれを見るとね、パッケージ版が半分ですね。そして状況によって使い分けているという方が 33%、 でダウンロード版が 14% と、まあ、思ったよりもダウンロード版が少ないなといった気もします。まあ、状況によってダウンロードを使い分けている方もいますので、もうちょっとね、ダウンロードを使っている方は多いと思いますけど、まあ、いずれにしてもまだまだね、パッケージ版強しといったところでしょうか。まあ、状況によってね、やっぱ使い分けるというのは金額の問題もありますし、そもそもダウンロード版しかないというものもあります。まあ、そういった中でね、まだまだやっぱりこうパッケージ購入してゲームを楽しむという文化がね、残っています。で、もう一つね、YouTube 側でもアンケートを取りました。それがこちらですね。まあ、似たようなグラフになってますが、こちらは状況によりパッケージ版かダウンロード版を選ぶというのが一番多くなってますね。で、まあちょっと下がったところでパッケージ版を購入すると。で、やっぱりダウンロード版は一番下になってますね。まあ大体同じような感じかなといった気がします。まあこうやって見てみるとね、まだまだこうダウンロードに対する不安があったりとか、なんだかんだパッケージ版ね、最初に買うとき、少し割引があったりとか、あとね、よく売ったりする人もいますんで、そういったときダウンロード版はね、売ることができません。まあそういった意味でパッケージ版を選んでるという方もいましたんでね、まあまだまだこうパッケージ版強しというのが Twitter、YouTube のね、アンケートからわかると思います。ということで、ちょっとね、コメントをね、せっかくなんでいただいたんで、見ていきたいと思います。まずは、ダウンロード版ね、ダウンロード版推しの方のコメントになります。で、ダウンロードはね、ちょっと、アンケート的には少数派。とは言っても、15% から 17%、20% 弱いるということですよね。で、両方使ってる方もいますんで、パッケージ、ダウンロード、そう考えると、まあ、そんなに少なくもないということです。
で、今コメントが流れてきましたね。最近までダウンロード過激派だったんですけど、10年くらい前のアニメのゲーム化作品を買おうとしたところで、権利の関係かダウンロード版は終了してしまっていましたと。これね、そう、結構意外とね、版権とか突然その会社がなくなっちゃったとかで、ダウンロード版ね、終了してしまうということがあります。で、並行してパッケージ版も出ていたから、今回はね、救われたということなんですよね。だから、まあ、ダウンロード版だったら即買わないと突然終了しちゃうとかね、そういったこともあるということなんでしょう。いや、これは本当にね、まあ、今はほとんどがダウンロード版と、パッケージ版ね、両方出てることが多いですよね。まあ、スイッチなんか見てると先にダウンロードしてそのうちパッケージ版が出るとかあります。次ですね、最近はダウンロード版ばっかりだったけど、サポートが終了したら壊れた瞬間終わりというのがね、怖い。確かにありますよ。 Steam にあるやつは Steam で買うか。 Steam もね、まあ定着したんで大丈夫だと思うんですけど、終わりが来たらどうなっちゃうんだろうとか考えちゃいますよね。で、パッケージ版も買っておくのが対策と。まあ、自分も可能な限りはハイブリッドでやってますけど、お金がね、限界がありますんで、なかなかそうもいかないというのもあります。で、次、パッケージは欲しいけど、ソフトのね、入れ替えですね。やっぱりね、面倒ですよね。で、どっかその辺に置いておくとなくしちゃうかもしれませんのでね。で、最近はパッケージ付きダウンロード版ですかねと。はい、そうそうそう。ダウンロードの権利がついてるパッケージだけっていうのがあるんですよね。まあ、任天堂系は特にそういったものが多いと思います。もう一つ、出てきましたね。ダウンロード版のメリット。そして遊びたい時にすぐに遊べることありますよね。そう。あと出かける時とかに、カードをね、何持っていくかとか、ギャーギャーしなくていいというメリットもありますよ。で、持ってってあげるとカード差し替えてどっか落っことしちゃうとかね。そういった、恐怖もないダウンロード版、メリットですよね。次、やはりハードが壊れても買い替えて遊べる方がいい。しかし私個人としては PC でも、もしパッケージ版が出たら、あればパッケージ版一択と。やはり所有欲が満たされると。ありますね。パソコンの Steam なんかはね、パソコンが壊れてもアカウントでね、そのまま情報が維持されてますんで、そういった意味では引き継げるというのがポイントですよね。家庭用ゲームではそれがないからちょっと怖いですね。ダウンロード版販売終了と再ダウンロードに終了がなければいいのになと思ってます。そうですよね。そこもやっぱり、一番のポイントになると思います。ダウンロード版いいんだけど、ね、終了しちゃうともうどうにもならないっていうのがあります。さあ、次はちょっとパッケージ版という方を見ていきたいんですが、大体の方はね、これですよ。ゲームを手に入れた感があるので、パッケージ版が好きですと。まあ、所有欲ですよね。棚に並べておくだけでもう満足。満足って変だけど、だんだんパッケージが並んでいくと嬉しくなりますよね。それはすごくわかります。ダウンロード版にするかパッケージ版にするかはやはり人によって違いますよね。そうそうそう、もう人によって違います。どっちがいい悪いの話じゃないですよね。私はパッケージをコレクションしたかったり安かったりするのでパッケージ版が好きですと。そうですね、やっぱコレクション要素が非常に高いというわけですよ。あとはね、あんまり出てなかったですけど、あ、一人いたかな、ジャケットです。まあ、昔レコードとか CD にもありましたけど、ジャケット買いっていうのがあって、やっぱりこうパッケージの表紙っていうのかな、表面とかね、まあ裏もいいんですけど、表見て、ああ、こういったゲームなんだとか、イラストですよね。そういったものにすごく興味がね、あったりするということなんかあると思うんですよ。なんか変な日本語だけど。そういった意味でね、ジャケ買いというね、要素。ダウンロード版ってどうしてもあんまりそういった要素がないのでね、パッケージ版ならではの要素だと思います。さあ、場所を取らないしダウンロードが最強と思っていたんですが、何が何でもダウンロードしていたら SD カードの容量がなくなってきてしまいました。パッケージ版を買うほかない状況になってしまいましたということなんで、まあ、どちらかというと消極的パッケージ版と
といった感じでしょうか。まあ、こういった例もありますよね。ダウンロード最強とは言っても、なかなかこう、容量の問題があってね、増やせますけどね、それもコストがかかります。後々手放す可能性のあるソフトはパッケージ版かなと。はい、わかりますね。売れますからね。3DS のセガ復刻アーカイブスのような思い入れのある作品は両方とも買っちゃいます。自分もちなみに両方買っちゃいました。いやいや、これはね。やはり手元に形のあるものとして置いておきたいです。はい、わかりますよ。もうね、ファミコンからずっと取ってありますから、置く場所がないです。次はね、ちょっと気になったコメントというかね、ポイントがあったんで、いくつか紹介したいと思います。まずはね、こちら。パッケージでもダウンロードコンテンツはストアの終了でね、ダウンロードができなくなるので、油断ができません。そうなんですよ。最近ね、アップデートもそうなんですけど、ダウンロードコンテンツも、ね、パッケージさえあれば最強かというと、サービスが終わっちゃってるとね、ダウンロードができないわけなんですよね。非常に辛い。ファミコンだスーファミ時代はね、カセットが残ってればいつでも最新版が遊べましたからね。さあ次、自分で遊ぶソフトはダウンロードで買っちゃうことが多いのですが、スイッチのメジャータイトルは子供も遊ぶかもと思ってパッケージ版で買うようにしていますと。そうですよね。子供が買うソフトは兄弟で貸し借りができるようパッケージ版。うちもそうなんですよ、実は。パッケージ版の方がね、それぞれのスイッチで起動させるとそれぞれのスイッチでセーブデータができますんで、まさにね、2つ買わなくてもなんとかなると。まあ対戦するとなるとローカル対戦ですかね、2本必要になりますけどね。まあただ遊んでるだけだったらそういった使い方もできます。だからそこ重要なんですよね。子供がたくさんいるとそれぞれ買ってるともう大変。さあもう1個見ていきましょうか。ダウンロード版は10年20年後を考えて再ダウンロードができるのかというのが心配すぎて、はい、セールでよほど安くない限りパッケージ版を買うと。でここがポイントなんですよね。まあ長い目で見るとパッケージも劣化しますがと。そうそうそう、ここ結構重要で、未来永劫、まあパッケージというかね、あれですよ、ファミコンカセットなんかも、いつまでプレイできるのかと。端子がね、接触不良を起こすかもしれないし、ロムの部分ですよ、IC チップの部分が、どうなんでしょうね、未来永劫大丈夫って感じもしないと思いますんで、いつか干上がっちゃうとか、壊れちゃうとか、あるかもしれません。まあ、そういった意味で、カセットだから、パッケージだから、もう大丈夫っていう気もしないんですよね。まあ、カセットは比較的強いですけど、最近ね、話題になってるCD ロムなんかですよ。前なんか未開封のやつ開けたら、なんかメディアが変になっていたというのが話題になってましたけどね。まあそういった意味でパッケージがあるから安心かというのにもちょっと気になるよっていう話はね、ちょっとぐさっときました。ありがとうございます。じゃあ次行きましょうか。自分はスイッチの任天堂ゲームは、カタログチケットですね。カタログチケットで買って、サードパーティーのソフトは少し安いAmazonで買ってますねと。そう、カタログチケットですよ。何気に任天堂が仕掛けてる戦略。もう一つなんか同様の話がありましたね。任天堂製はカタログチケットがあるので、基本的にダウンロードでですねと。はい、他社製はパッケの方が安い場合が多いのでパッケージですと。って言っても任天堂が圧倒的に多数なのでダウンロード版が 70% という、そういうことですよね。そう、カタログチケットなんですよ。カタログチケットってまあスイッチやってる方ならば大体知ってると思いますけど、まあ1万円弱でソフト2本ですね、購入することができるというものになってます。まあ物によってかなりお得になると思うんですよ。カタログチケットね。ただ任天堂製のソフトに限るという縛りがありますけど、まあだいたい5000円以上ですよね、ソフトなので。お得になるんですよね、普通にダウンロード版買うよりは。
で少しね、まあ、ケチケチ根性なんですけど罠があって、自分ね使うことはありますが、あの時だけですね、任天堂ソフトで価格がですね7000円を超えてる場合カタログチケットを使うんですよ。まあ、なんでかっていうと6000円ぐらいだと時々任天堂がねセールでやる 30% オフっていうのがあるんですけど、そうすると6000円ぐらいだとそこからね 30% オフにすると4000円いくらになるんですよ。そうするとねカタログチケットの方が負けちゃうじゃんみたいなねケチケチ根性が働いて、7000円とかの高いやつの時にカタログチケットを使ってるかなと思います。ゼノブレードとか、アストラルチェインとか、あとなんだっけな、いくつか買いましたけど、なんかピクミンとかピクミン3とかは30% オフの時とかね、そういった時に買いましただから使い分けてるというね。まあ、すごい細かいこと言うとダウンロード版もなんだろう、このアマゾンとかヨドバシで買うとポイントがついてくるとかね、あとクレジット決済だとクレジットのポイントがつくとか、まあ、キリがないんですけど、まあ、そういった意味でね、まあ、そんなのめんどくさいという人はガンガンダウンロードしてると思いますけど、まあ、こういった感じでねカタログチケットにも、得になる場合とちょっと損になってしまう場合もあります。だからといって任天堂ソフトがいつも 30% オフで買えるかわからないですし、どのソフトがね 30% オフになるか毎回違うんで、タイミングが合うとお得ということだと思います。まあこんな感じでしょうかね。まだねこうダウンロードパッケージが共存してる状態なんで、まあ、使い分けてる方が多いというのが印象的ですね。まあ、そんな中まだパッケージがいいぞっていう声がやや多いといった感じでしょうか。でもうちょっとね高速回線、外にいても外出していても、超高速なインターネット時代が来たならば、もしかしたらね最近いろいろ出てますけど大体やられちゃってますね、クラウドゲーミングですよ。クラウドゲーミング方式になってしまうともうダウンロードすらしないということになっちゃう時代が来るのかもしれません。パッケージはおろかダウンロードすらないというねクラウドゲーミング時代が来るんでしょうか。まあそうなるとなんかねパッケージ派の人はなんか寂しいものがありますよね。なんかダウンロードもかろうじて手元には残ってますんでそれすらないと、サービスが終わったら何も残らないというなんともこう虚しいものがあるような気もしますし、もう新時代はそういった世界なのかもしれませんよね。その辺はちょっとなってみないと分かんないんですけど、まあ、ここまでねずっとパッケージとして生きてきちゃったせいもあってパッケージのない生活ってなんか寂しいなというのがあります。で、まあ、ダウンロード版もね当然品切れがないとか、すぐに起動できるとかメリットもたくさんありますんで、まだまだね使い分けていくのがいいのかなといった気はします。まあどっちがいい悪いの話ではなくて今こういった状況だなというのが分かれば、まあ分かってよかったと思います。いろいろとね、コメントとか、アンケートありがとうございます。ではまた。